はい、皆さんこんにちは、辰徳です。今回この動画ではですね、Twitter で使うことのできるミュート機能というですね、機能の使い方を紹介、解説したいと思います。そのミュートの機能を使うとですね、特定の単語を含むツイートを見なくしたりすることができたりとか、特定の人のツイートを自分のタイムラインに表示しないようにしたりとかですね、またまたですね、自分のところに飛んでくるリプライとかで、まあ、特定の、誹謗中傷にあたるような単語が入っている場合にそれを表示しなくするとかっていうことがですね、ミュートの機能を使うとできます。というところで、その具体的な内容を早速紹介していきたいと思います。はい、それではですね、早速ですが、その Twitter のミュート機能に関する仕様だったりとか、使い方の具体的な方法をですね、解説していきたいと思います。で、ここに今映してるんですけど、そもそも Twitter のミュート機能って何かっていうとですね、Twitter のミュート機能はタイムライン上の特定の人や言葉を一時的に非表示にする機能ですと。例えば、迷惑なユーザーや興味のない話題をミュートすることができます。そんな機能だというところですね。それではですね、実際に Twitter のアプリを使いながら、その具体的なですね、ミュートの方法を解説していきたいと思います。で、Twitter ですね、この左側に今映しているのがですね、ちょっと実験用に今使っているアカウントになります。で、右側に普段使っている Twitter のアカウントを表示しています。で、現状というか最初の状態だとお互いにミュートはしておらず、両方フォローし合っているような状態となっています。で、例えばですけど、こんな感じでツイートをします。Twitter の昨日お昼はカレーライスが食べたいですとつぶやくとですね、こっちのアカウントの方にテスト用アカウントでつぶやいた Twitter の昨日テスト用のツイートです。お昼はカレーライスが食べたいですっていう、表示が出ますと。ここまでは当然ですね、お互いフォローし合ってて、こっちのツイートが、こっちのタイムラインに表示されるというところまでは、当然かなと思います。それではですね、こっちの右のアカウントから、こっちの左のアカウントをミュートしてみたいと思います。で、ミュートをするですね、一番簡単であろう方法はですね、その相手のアカウント、ミュートしたいアカウントをタップします。で、ミュートしたいアカウントをタップした上で、この画面右上のですね、3点リーダーのところをタップします。そこをタップすると、何々さんをミュートっていう項目が出てきますので、そこのミュートという項目をタップします。そうすることで、ミュートしましたと今表示されました。で、ミュートの表示が出て、マイクに斜線が入ってるアイコンですかね。これがミュートしてる状態だよっていうのを示すアイコンになります。で、そのホーム画面に戻ったらですね、先ほどの Twitter の機能テスト用アカウントですよっていう、今こっちの画面に映ってるカレーが食べたいっていう発言が表示されていません。で、例えばまたこっちのアカウントで、Twitter の機能テスト用のツイートです。カレーライスは飲み物ですっていうツイートをします。で、その状態でですね、こっちの iPhone の方でタイムラインを読み込んでみるんですけれども、そのタイムラインを読み込んだタイミングでですね、こちらのですね、新しくつぶやいたツイッターの機能テスト用のツイートです。カレーライスは飲み物ですっていうですね、表示が出てこなくなりました。という形でですね、そのミュートしてるアカウントのツイートがですね、表示されなくなるというところですね。で、そのユーザーをですね、仮にミュートしたとしても、その相手にですね、そのミュートしたことが通知されることはありませんし、そのフォロワーの関係ですね。フォローされてますっていうことで、相手との関係は維持されてるみたいな表示になります。実はこっちのアカウントからこっちのアカウント、テスト用アカウントはミュートしてるんですけど、こっちのテスト用アカウントが相手からミュートされてることは、基本的には気づかない作りとなっています。で、次にですね、一旦そのミュートを解除してみたいと思います。で、そのミュートの解除方法なんですけど、その iPhone 用の Twitter アプリの場合ですね、まずアカウントのところタップしまして、そうするとこのような表示が出ますので、画面下の方にあるですね、設定とプライバシーという項目をタップします。で、設定とプライバシーという項目をタップしますと、その中にプライバシーと安全という項目があるので、その項目をタップします。その項目をタップすると、その中にミュートとブロックという項目がありますので、そこをタップします。するとですね、その中にミュートしているアカウントというのが出てきますので、そのミュートしているアカウントをタップします。するとですね、その中に先ほどミュートしたテスト用アカウントっていうのが出てきますので、そこでこのマイクに斜線の入っている部分をタップすると、そのアカウントをですね、ミュートを解除することができました。それで今しがた試したのがユーザー単位のミュートにするという方法でした。で、次にですね、その特定の単語を含むツイートだったりとか、ダイレクトメールを表示しなくするという方法を紹介したいと思います。で、その方法もですね、今度またその iPhone の方からやるんですけれども、まずまたそのご自身のアイコンの部分タップしていただいて、その中の設定、
定とプライバシーっていうところをまた開きます。で、そこをまた開いていただいて、その中のプライバシーと安全をタップして、そこで出てくるまたミュートとブロックというところをタップします。で、ミュートとブロックをですね、タップすると、その中にミュートするキーワードっていうのがあります。なので、そのミュートするキーワードっていうところをタップします。で、ミュートするキーワードをタップするとですね、その画面右下の方に追加するっていうのがあるので、そこをタップすると、ミュートするキーワードとして単語を追加することができます。まあ、ここにも書いてあるんですけど、キーワードをミュートすると、そのキーワードを含むツイートは通知されず、ホームタイムラインにも表示されなくなりますと書いてあります。で、まあこの機能を使うと、まあより詳しくここにも書いてあるんですけど、ツイートに見たくない内容が含まれていた時のために、特定の単語、フレーズ、ユーザー名、文字、ハッシュタグを含むツイートをミュートする設定があります。ミュート設定を行うと、そのようなツイートが通知タブ、プッシュ通知、ショートメール、メール通知、ホームタイムライン、ツイートへの返信に表示されなくなりますと、まあ、細かく言うとこんな感じで、その自分に送られてくる通知だったりとかから見たくない単語を隠すことができます。というところで、例えばなんですけど、まあ私がまあすでに設定してあった内容としては、例えばバカなんていうですね、誹謗中傷の単語を入れておくと、その誹謗中傷の単語が入っているツイートが表示されなくなるというところで、その自分に向かって飛ばされるであろう誹謗中傷の単語をですね、ミュートするキーワードのところにずらっとですね、入れておくと、そのシンプルなですね、その誹謗中傷であれば、かなりの範囲で防ぐことができるかなと思います。というところで、まあ実際にその追加する方法の話に戻っていきたいと思います。で、どのように追加するかと言いますと、この追加するというところを改めてタップします。で、追加をするをタップすると、そこにですね、単語やフレーズを入力というところが出てきますので、その部分をタップします。その部分をタップして、ミュートしたいワードを入力します。例えばですが、ここでちょっと練習というところでカレーライスという単語を入力します。で、入力したらですね、今度ミュート対象っていうところを選びます。ホームタイムラインっていうところにまあチェックが入ってると、そのタイムラインに、ホームのですね、タイムラインに表示されなくなりますし、通知のところにチェック入れておくと、その通知もされなくなるよと。で、そのすべてのアカウントなのか、フォローしていないアカウントなのか、設定を変えることができます。で、まあ今回はちょっと練習なので、すべてのアカウントにしてみたいと思います。で、ミュート期間なんていうのがあって、その期間も設定できるというところですね。で、細かくなってまして、24時間なのか、7日、30日と、細かい設定ができるので、まあ、その用途に応じて選んでいただければなと思います。で、この状態で仮に保存とします。すると、ミュートするキーワードの中にカレーライスというのが追加されました。で、この状態でですね、ホームに戻りまして、するとですね、先ほどのこの画面左側に映ってるカレーライスを含むツイートが表示されていないことがわかります。それでですね、カレーライスを今ミュートにしたので、改めてそのカレーライスに関するツイートをしてみたいと思います。こんな感じで、まあ、カレーライスに関するですね、ツイートをしたんですけど、この状態で改めてですね、そのミュート状態で読み込み直してみたいと思います。するとですね、その読み込んでも、こっちのカレーライスっていうですね、謎のツイートが、こちらのですね、カレーライスをミュートしてる方のタイムラインに表示されていません。で、他にもですね、例えば、これまた全然別の私のツイートなんですけど、ここで返信してみたいと思います。こんな感じでですね、ツイッターの機能確認のためのツイートです。カレーライスという単語がミュートされているか確認しています。佐藤達則とやって返信してみたいと思います。というところで、本来であればですね、そのフォローし合ってる関係なので、で、かつユーザー単位ではミュートしていないので、こっちの通知の欄のところに先ほどのカレーライスの返信が飛んでくるはずです。ですが、返事が飛んできていません。というところでですね、このような形でその単語の単位でミュートすることができるというところですね。で、その、まあ、ミュートした単語を消すにはですね、そのまた改めてアカウントのところをタップしまして、設定とサポート、設定とプライバシー、その中のプライバシーと安全をタップした上で、ミュートとブロックのミュートするキーワードをタップして、で、ここのカレーライスを選択した上で、キーワードを削除とやるとですね、キーワードを削除することができます。で、今回ですね、この Twitter のアプリでそのミュートの機能を紹介したんですけど、他の SNS ですね、Threads のアプリだったりとか、Instagram のアプリなどもですね、ミュートの機能備わってますので、そういった機能を使って SNS をより快適に皆さん使っていただければと思います。